はい、皆さんこんにちは。新横浜で背骨コンディショニングのパーソナルトレーナーとして、グループレッスン、パーソナルレッスンをやっている、背骨コンディショニングの三村です。今日もやっていきたいと思います。では、最初にですね、このチャンネルについてご説明させてください。こちらのチャンネル、背骨専門フィットネスというチャンネルですね、運営しております。で、こちらのチャンネルですね、背骨コンディショニングに関する情報というところと、要は腰痛だったり頭痛、めまい、膝痛、そういったね、不定愁訴といわれる、ものですね、そういった体の不調を解決するための情報を発信しております。で、今後ですね、食事の取り方だとは栄養学、そういった食トレっていうものね、そういった情報もですね、発信していこうと思っておりますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで、早速やっていきましょう。皆さん今日のテーマですよね、こちら、はい、仙骨枕を使った、セルフケアの矯正方法というのをね、ご紹介していきたいと思います。で、今日はですね、この頭痛っていうことについてフォーカスして発信していこうと思います。皆さん頭痛はね、結構多いんじゃないかなと思いますね。で、特に多いのは結構ね、朝起きた時とかね、多いんじゃないかなと思います。で、ちょうどこの季節の変わり目って結構ね、神経がぐっと拘縮して固まって、頭痛いなとかね、ちょっと首がなんかなとかね、結構多いと思うんですよ。で、皆さんそんな状態でね、日常生活過ごせますかね。ちょっと頭痛な状態で仕事をするとかね、学校行くとかね、で、あと家事やりますとかね、結構ね、辛いと思うんですよ。で、僕もですね、やっぱ過去交通事故に遭いまして、入院した時ね、もう体ボロボロだったわけですよ。で、そんな状態でね、過ごすって結構まあしんどいと思うんですよ。で、今日はですね、じゃあその頭痛が起こる原因だったりとか、あとはそのじゃあ具体的にこの仙骨枕を使ってどうやって矯正していくのかっていったところでね、こちらについて発信していこうと思いますので、ぜひ最後まで動画をご覧いただいて学んでいただけたら嬉しいです。ということで早速やっていきます。はい、では皆さん、早速なんですけどね、最初にちょっと一般的なね、解剖学の説明っていうので、させてください。で、皆さんこちらですね、解剖学の、図出しておりますけれども、皆さんいかがでしょうかね。で、首の骨って結構ね、こういうふうに神経がいっぱいね、出てるというところなんですけどね、はい。で、皆さん、やっぱりね、頭痛の原因ってね、やっぱ首にあるっていうね、部分があります。で、あと多いのは、その、噛み締めが強いがゆえに、その頭痛が起きてるっていう原因もあるんですけども、こうだんだんね、その噛み締めが強くなっていて、長頸骨っていう、こちらがずれる。で、それプラス、大小姿勢ってね、皆さんご説明してると思うんですけども、このお尻の骨ですね、仙骨、これがですね、後ろにグッと出ることによって頭が前に出てくると。で、そうするとやっぱりこう首の骨も後ろに出てくるっていうところで、で、首の歪みにつながっていると。で、そうすると首から出ている神経も、引っ張られて痛みが出てくる。で、それが頭痛、頭全体に響いてくるっていうね、構図になります。で、もう一つがですね、こう脳神経も引っ張られるっていうところですよね。噛み締めて、この側頭部分ですね、こちらが、痛み出してくる。で、プラス、大小姿勢って言って、頭が前に出てしまうと首も歪み、そうすると脳神経も引っ張られていく。で、結果的に、頭全体が痛くなるっていうところの構図ですね。はい。で、それプラスですね、皆さんこちらちょっとよく見ていただきたいんですけども、血管が首の骨とつながってるの分かります？これ椎骨動脈って言うんですけども、皆さん頸動脈っていうね、よく聞いたことあると思うんですよ。で、ここ頸動脈ね、2本通ってるんですけども、それプラス実はこの椎骨動脈っていう、こっちの方にもですね、脳に血液を送っている、動脈があるわけなんですよ。で、実は首が歪むことでこの椎骨動脈も歪む。で、結果的に脳の血流が減るっていったところで、血流障害、片頭痛とかそういう症状ですよね、脳の血流の、多い少ないによって片頭痛っていうものが起きてるんじゃないかと、言われていると思います。で、そういったもね、症状にもつながってるっていうところなので、皆さんポイントは首をしっかりとはめ込む、こちらにね、ポイントがあるので、そちらだけしっかりとね、押さえてください。はい、ということで皆さんやっていきましょう。で、使うツール、これですね、仙骨枕になります。で、今回は首の緩め、第一頸椎の緩めというところで緩め矯正化になりますので、で、使う部位っていうのはこちらですね。はい、ここね、これ2つあるんですけど、これ実は向いて分かりますかね。はい、こっちが大きい方で、こっちが小さい方、これね、くぼみに首をカポンとこうはめてもらって緩めるっていうところですね。で、そして使う部位はあとこちら
で、この平らな部分ですね、こちらに首の一番を当てて、ギュッ、えって、えっと押し込むわけなんですよ。で、皆さん3回言っちゃいましたけど、これガーッと入れることがね、大事になります。で、じゃあ最初こちらですね。僕はいつもまあ、大きい方を使ってますね。で、当てる部位なんですけど、ちょっとわかりづらいかと思うんですけども、第一ケースの部位っていうのは、この耳の高さにあります。で、もっともっと厳密に言うと、この頭の後頭部の丸い面があるじゃないですか。で、丸い面のちょうど終わりのあたり、ね、こう丸い面があってちょうど終わりのところに首の一番があります。で、耳の高さ大体同じぐらいっていうところで、そこを目安にちょっとこれをね、当てがってあげるということですね、はい。まあ、こんな感じですね。これどっちでもいいです。ぶっちゃけこあのこういう向きでもいいし、こういう向きでもいいし、しっかりとこの首の一番のところにはめてあげるっていうね、こちらが重要になります。はい。で、こういうふうにはめてあげて、はい、で、このまままず左右に首を動かします。はい、これが緩める。これをだいたい30回ぐらい緩めて、はい。で、続いて首を縦に揺らしていく。これを30回、はい。で、続いてこちらですね。こちらの硬い面に、はい、首の一番はめ込んで、矯正。まずしっかりとグッと上を向く、はい、上を向く感じで顎を上げていくようにして、しっかりと後ろに出てる頸椎を、頸椎一番をグッとはめ込んでいきます。はい、皆さん、セルフ矯正お疲れ様でした。皆さんちょっとね、お伝えしなかったんですけど、例えばですね、まあ急な頭痛って言った時に、仙骨盤効くかっていう話なんですね。で、まずですね、ここ大事なポイントなんで皆さんよく聞いてください。で、これどういうことかっていうと、急な頭痛って言ったところで、やっぱり脳の血管が、脳内出血ですね、こちらで頭痛が起こるっていうケースもね、皆さん少なくないんですよ。で、僕もですね、過去あれ、ごめんなさい、日暮里だったかな、都内で電車に乗ったらですね、突然目の前にいる人が倒れたわけですよ。で、もうその人全然起こされて全然問題なかったんですけども、起きた時にですね、ちょっと生あくびをしてたわけなんですよ。で、そんな時ってんって僕も思ったんですよね。でまたちょっとしたらまたフラフラーと倒れて、で結局倒れてもう起き上がれないっていう状態で、駅員さんを呼んで、まあ、救急搬送されたっていうね、そういった経験もありました。で、皆さんこの生あくびとかね、皆さん危ないですよね。で、そういった時に仙骨枕を使ってセルフ矯正して改善する方絶対ならないですよ。なので大事なポイントとしては、まず急な頭痛だったりとか、おかしいなっていう時、まず病院へ行ってください。まず検査を受けてください。それがね、とても大事になってくるんで、まずそこを踏まえた上で、じゃあ、例えばメディカルチェックを受けて異常がなければ、じゃあちょっと仙骨枕で、セルフ矯正、首の頸椎一番ですね、これをしっかりとはめてみるというふうにですね、ちょっと心がけてください。はい、ということで、皆さん最後まとめになりますよね。頭痛、メディカルチェックを受けて異常はない。で、そして、セルフ矯正するときっていうのは、ぜひですね、この仙骨枕の第一頸椎ね、ここをしっかりとはめてみるというふうに、ね、トライしてみてください。で、ポイントは脳神経と脳内血流量、こちらをね、しっかりと、正してあげる。で、そのために頸椎一番はめ込んでみるというところでね、ぜひやってみてください。ということで、皆さんね、またちょっと戻りますけども、まずはメディカルチェック受けて仙骨枕で矯正していくっていうね、この順序だけは皆さん守ってくださいね。以上となりますけども、この動画で、なるほど、あ、わかりましたっていう方はね、ぜひチャンネル登録といいねボタン、こちらもね、よろしくお願いいたします。で、今後ね、こういった情報を発信していこうと思いますので、ぜひチャンネル登録、楽しみにしていただけたら嬉しいです。ということで、皆さんご清聴ありがとうございました。次回またよろしくお願いいたします。